アラーアクバル。先日のアジアカップ日本対イラク代表の試合において、イラク代表の17番の選手の背中の名前のところにアラーアクバルと書いてありました。こんにちは、マジックの店管理人の武藤由紀です。よろしくお願いします。本日は1月18日。今週最も気になった話題はフランスの風刺画週刊誌に対するテロ事件、この話題です。フランスの風刺画を出版するシャルリー・エブド社に対してイスラム過激派がテロを起こしまして、多数の死者が出ました。これに対してフランスでは大規模な抗議デモが行われまして、またフランスはイスラム国に対して空母を出発させて、そしてイスラム国を空爆するというような動きも見せています。こういった動きを受けて日本のインターネット上などでは、いよいよ第三次世界大戦が始まるのではないかというような噂まで流れてきています。個人的には今回の事件が第三次世界大戦に発展する可能性は限りなくゼロに近いと思っています。少し前にウクライナで事件がありまして、その時の動画はこの辺りに貼っておきますので、ご覧になってない方はご覧になってみてください。このウクライナの問題が第三次世界大戦に発展する可能性があるということを警告させていただきました。このウクライナの問題はロシア対欧米というような図式で、2つの勢力に分かれて、大国が2つに分かれて戦う、その導火線になる可能性があるということで、第三次世界大戦になる可能性というものを警告させていただきました。世界大戦というのは2つ以上の大きな国が別々の陣営に分かれて争うことによって起きますので、ウクライナの問題は第三次世界大戦に発展する可能性があるということを指摘しました。ですが今回の事件に関して言いますと、まずイスラム国というのは、国と呼べないような小さな組織です。でこれに対して欧米が攻撃を仕掛ける、でそのイスラム国を支援するような大国が現れるのであれば、それは世界大戦になる可能性がありますが、このイスラム国を支援する大国というのは現在のところ存在しません。ロシアやシナ、あるいはアメリカと敵対しているシリアやイランといった国もこのイスラム国を支援していません。批判している側です。ですので今回の事件からイスラム国を攻撃するというような話になったとしても、世界中の国対イスラム国というような図式になるだけで、これは第三次世界大戦と呼べるようなものではありません。これは第三次世界大戦というよりも、むしろ 9.11 のテロ事件以降に行われたアメリカの10年間の戦争、対テロ戦争と同じような背景図式であると自分は思います。このことに関しては後ほどお話しするとして、今回はこの1月7日に起きたテロ事件、イスラム過激派によるテロ事件、この概要について少しお話していきます。まずこの事件は日本でもかなり大きく報道されていますので、ご存知の方が多いと思いますが、頭からお話していこうと思います。1月7日に起きたテロ事件、この直接のきっかけになったのはイスラム教の預言者であるムハマンド、モハメッドの風刺画をこのシャルリ・エブドという週刊誌が書いたこと、これが直接の原因であると言われています。イスラムの教義では偶像崇拝は禁止されています。つまりイスラム教の指導者であったり預言者であったりする、そういった人物を絵に描いたり、それから銅像や仏像にするというようなこと、それ自体が禁止されているんです。その上でさらにそれを侮辱するような風刺画を描いた、これがイスラム過激派の逆鱗に触れて、そしてテロ事件が起きた。この1月7日の事件から4日後、1月11日にはこのテロ事件に対してさらに抗議する抗議デモというものがフランス国内で起こりまして、そしてこのテロに対する抗議デモには370万人もの人が集まって大規模な抗議を行いました。そしてこのテロ事件から1週間後、1月14日にはシャルリ・エブド社はさらにムハマンドを風刺する風刺画を描きまして、
これを掲載しました。通常5、6万部しか出版していなかったこのシャルリー・エブドという週刊誌なんですが、このテロ事件の1週間後の14日にはこれを大幅に増刷しまして、通常の50倍以上300万部を出版しまして、これを世界中にばらまくという行動を取りました。そしてこの風刺画などが世界の新聞の一面を飾ったりして世界中に広まりました。これを受けてさらにイスラム教を信奉する国、イスラム教徒の多い国などでは、今度はこのシャルリー・エブドに対する抗議デモ、大規模な抗議デモなども起きました。昨日1月17日にはアフリカのニジェールにおいて大規模な抗議というのが行われまして、そしてその抗議デモというのは暴動に発展して、キリスト教会8カ所に放火する、焼き打ちするというような事件にまでなりました。その前日1月16日には他の国ですが、抗議デモが暴動に発展して死者を出す騒ぎにもなっています。またインターネット空間において両陣営によるサイバー戦争のような状態というのも起きています。このような形で今回の事件が1回のテロでは済まずにさらに拡大している、そしてそれは全く収まる気配を見せていない、こういうような状態になっています。シャルリー・エブド社はムハマンドのイラストを描く、これがイスラム教の教義に触れることであると、タブーに触れることであるということを知らずにやってしまったのか、これは実はそうではありません。シャルリー・エブドというこの週刊誌は以前にも少なくとも3回このムハマンドのことを風刺画にして掲載していて、そしてそれに対する抗議の声、抗議デモというのも世界数十カ国で行われていました。シャルリー・エブド社はイスラム教のこの預言者であるムハマンドを風刺として書くというのがイスラム教徒の怒りに触れるということを十分に理解した上で今回掲載したんです。で、それに対して7日にテロ攻撃というものが行われて、それに対してさらに翌週にまたムハマンドを掲載する、そしてそれに対してさらにイスラム教国で抗議の声というのが殺到してキリスト教会が焼かれるというような事件というような形で憎しみの連鎖がどんどん続いてしまっている、こういう状態になっているわけです。こうした背景にあるものというのは白人社会、キリスト教徒ですが、こういった人たちというのは昔から、現在ではかなり少なくなったとはいえ、異教徒に対して何をしても良いというそういう考え方というのが根底にあるんです。で、そもそも白人というのは白人以外の人種、有色人種というものを人間として見ていなかった、白人だけが人間でそれ以外は家畜同然というような扱いをしていたんです。わずか100年前の話です。例えばこれは以前の動画でもお話ししたんですが、インドにおいてインドを植民地支配していたイギリス白人がどういったことを行ったのか、イギリス白人に対して植民地支配を続けるイギリスに対して反乱を起こしたこのインドのイスラムの敬虔なイスラム教徒に対して豚の血を飲ませるというような拷問を行っていたんです。イスラム教の教義においては豚を食べるというのは禁忌とされています。豚は不浄な生き物、悪魔のような生き物であると信じられていまして、それを食べるということはその不浄なものを体内に取り入れてしまうということ、悪魔を体内に入れてしまうということ、それと同じなんです。これは死ぬよりもひどい屈辱であると敬虔なイスラム教徒は考えています。そういった人に対して豚の血を飲ませるという拷問を行ってそれを笑って見ていた、こういうのがわずか100年前の白人イギリスの行った行為です。これは現代では少なくなったとはいえそういったものというのは少なからず残っています。例えば3年前2012年です。アフガニスタンに駐留していたアメリカもこういったことと似たようなことを行っています。アフガニスタンは対テロ戦争以降
アメリカが侵攻した国の一つです。そしてそこに駐留していたアメリカ軍、アフガン侵攻から10年以上経って治安はだいたい良くなってきていた、そのアフガニスタンにおいて米軍基地内でコーランを燃やすという事件を起こして、これが発覚しました。コーランというのはイスラム教の経典、聖典です。キリスト教徒でいうところの聖書のようなもの、これを燃やすという行為が発覚して、これがイスラム教徒の逆鱗に触れました。そしてイスラム教徒がアメリカの米軍基地に対して自爆攻撃を仕掛けるなどして多数の犠牲者が出ました。こういった事件がわずか3年前にも起きているんです。そして今回のフッシガの事件というのも、基本的には多宗教に対するこの理解の不足、あるいは多宗教に対する侮辱、敬意を失う行為というものが根底にあったと考えられています。この件に関してローマ法王がこのようなことを述べています。まず、表現の自由というのは市民の当然の権利である、神の名を借りて人を殺害する行為というのは明らかに行き過ぎで、それを正当化することはできない。その上で、宗教を侮辱するような行為というのは、それはただの挑発で、他人の宗教を侮辱したりからかったりしてはいけないと、このように述べています。で、表現の自由と侮辱というのはなかなか難しい問題で、そこの線引きというのが一体どこにあるのかというのを決めるのはとても難しい話なんですが、これに関して先日、昨日のニコニコ生放送、週刊誌欠席裁判ちょっと右寄りですがという番組の中において、週刊新潮の話を取り上げて、このような話がされていました。日本において、日本の報道において、表現の自由が許されるギリギリの範囲というのが決められているそうです。そしてそれはどういったものかというと、相手に面と向かって言える範囲、これが表現の自由として許されるギリギリの範囲であると、このような話です。で、今回の件で言うと、敬虔なイスラム教徒、偶像崇拝が許されていないイスラム教徒の目の前でムハマンド氏の絵を描いたり、それを彫って仏像を作る、それを見せびらかすというような行為が許されるのかといえば、それはとても許される範囲ではありません。そんなことをしたら、描いた絵を破られたり、描いた人間が殴られたり刺されたりしても文句を言えないような、そういう範囲になってくるわけです。で、100年前の話ですが、では敬虔なイスラム教徒に対して豚の血を飲ませるというような行為が許されるのか、敬虔なイスラム教徒の目の前でコーランを燃やすという行為が許されるのかといったところで見ていけば、今回のシャルリー・エブドという風刺画を描く週刊誌が行った行為というのは、表現の自由という範囲をはるかに超えた行為であると、こういうふうに考えることができるわけです。ところが、欧米のメディアなどにおいては、今回の事件に関してイスラム過激派のテロ攻撃に屈しないで、また今週もこうやって風刺画を描いた、ムハマンドの風刺画を描いたこのシャルリエブド出版社というのは素晴らしいと、とても偉いことだというような、シャルリエブドを褒めるような、こういう言論というのがとても多いんです。そういう報道が多いんです。これに対して自分はとても違和感を感じます。テロは悪だというのは、当然だとしても、ただテロは悪だ、テロは悪い、だからシャルリエブドはそれに負けなかったから素晴らしいというような、そういう一方的な観点ではなくて、今回の事件の根底にどういったものがあるのかということをしっかり見ておかないと、物事を見誤るということをまず今回の動画でお話しさせていただきました。次の動画ではさらにもう一歩踏み込んで、この件がテロとの戦いというものになっていく可能性、その背景といったものについてお話ししていこうと思います。